皇位王皇金氏は、李氏朝鮮第十二代国王である清祖の聖妃。本願は、清風金氏。清原夫人君金時木と、その妻、東条夫婦人皇子の娘として生まれる。父の金時木は、建造の王妃であった明星王皇と親戚であった。清風金氏より、夜間後品を、都の栄祖の意向によりお尊じの性質に選ばれ、利休にいる宮下が、 天然痘を患ったため回復を待った後、憲竜27年2月、10歳で、李と結婚して、夜間後品に作法された。金氏の従兄子は、李の実母営業偶講師の弟と結婚し、王室と二重三重の隕石関係を持つこととなった。憲竜41年、夫、李が即位して清祖となったことに伴い王校に、作法された。清祖との間に子がなかったため、 高級の一人水品牧手が生んだりを養子とした。家境5年に清祖が皇居した後は、大大妃となった。生前の禁止には孫号を与える話が多くあったが、これらをすべて拒絶していた。同校元年に69歳で皇居した後、水原の権量に埋葬された。また孫号として、英慶寺遺跡養校が追贈されたが、後に早期も追贈されて、 早期英刑事一気候要項となった。後部3年には清祖が、高層より、清祖先皇帝と、追見ことされたことに伴い、先皇号と、追見ことされた。知性では、目の営業偶講師をもしのぐと言われ、宮中で関心されていたという。また、更新が厚く、義祖母にあたる定住王項や目の営業偶講師によく使えたので、宮中で簡単しない人がいなかったと伝えられる。 岐阜の姉妹である和漢を吹きなしのいびりも、ものともしなかった。義理の妹にあたる清志博氏軍主や新軍主とは仲が良く、清志軍主の死後はその子女の面倒も見た。ありがとうございます。